い、今回も、前回に引き続いて、スティープロードトゥーディオリンピックス。こちらやっていきます。今回は大回転ですね。で、大回転と、この後にちょっとやろうと思ってる回転なんですけど、これ日本勝負なんですよ。日本勝負っていうか、2本滑って、その合計タイムで順位を競う競技なんですね。うん。だから、ただでさえ1本滑り切るのにも相当難しいというか、何回もやり直すっていうね。それを2本やれっていうんだから大変なんですよ。今回は、ちょっとミスってるところも紹介しようかなと思います。前回と前々回の動画も、ちゃんと滑り切るというか、金メダルを取るまでに何十回も滑ってるんですね。で、ようやく、動画が出来上がったっていう感じなんですよ。で、今回の大回転も、かなりの回数、ミスして、まあ、やり直して、っていうのを繰り返して、なかなか大変でした。はい。そういう感じで、何度となくやり直して、ようやく、金メダルが取れた動画が、こちらにあります。まだ慌てる必要はありません。のためには最後まで集中を切らさないことです。あと少しです。ペースを落とさなければ勝利は間違いありません。感想です。まあ、これ自己ベストですね。1分22秒が出るまでは、ずっと1分25秒とか1分26秒とかだったんですよ。で、これから2本目に入るんですけれども、まあ、今の段階で3秒近く差がついてるんで、2本目は失敗しないように安全に滑っていこうかなと。じゃあ、次2本目行ってみましょう。いいペースです。このまま最後まで行きたいところ。
ためには最後まで集中を切らさないことです。今日の彼女は圧倒的な実力を他の選手に見せつけました。驚きの結果です。それでは今回もご視聴いただきありがとうございます。できればチャンネル登録もお願いします。はい、それでは、はい、さようなら。